3本ギターの弦を張ってあります。まんま板です。板の上に弦を張り、そして割り箸をブリッジにして作り上げた楽器、ピックアップをくっつけてエレキ仕様にしてあるエレキの板の三味線、名付けてエレキバンジャミ。アンプつけました。はい、これで大きくなりました。楽曲が弾けます。津軽のジョン柄は三味線のチューニングでそのままいけちゃうので、ちなみにチューニングは今2上がりにしてありますが、さまざまな本調子とか3下がりとか、もしくはギターのチューニングとか、そんなようなこともいろいろできたりします。今後ライブで使っていこうと思います。